皆さん、こんにちは。インスパイアのことです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、実はちょっと遅くなってしまったんですが、今年の1月31日にですね、新潟県の新井商工会議所の方で行いましたインバウンド対策セミナーというのがあるんですけど、その様子っていうのがですね、メディアで3つ紹介されたんですね。その3つ揃うのをちょっと待っていたので、皆さんに報告が遅くなってしまったんですが、新聞2社、テレビ局1社に取材されまして、紹介されましたので、今日はそれをですね、まとめていきたいと思うんですけど、まず1つ目はこちらの内容でした。あ、そっか。どういう内容だったかっていうのを先にお見せした方がいいですかね。では、ちょっとどういう内容だったかを先にちらっと見せしましょうか。はい、ではこれでいいかな。はい、こちらをまずご覧ください。はい、多言語音声翻訳で訪日外国人も怖くない、スマホを活用したインバウンド対策セミナーということで、データから学ぶインバウンド対策とは、海外の人は日本旅行の計画を立てるのか、日本への旅行の計画を立てるのかですね、正確には。インバウンド向けホームページの作り方、ソーシャルメディアによって変わったこと、スマートフォンの普及によって変わったこと、インバウンドで注意すべき集客接客のコツ、インバウンドで気になる言語の壁を払拭する、インバウンドで不可欠な決済を完璧にするという内容でした。これで2時間ですね、講演をさせていただいたんですが、この内容が紹介されたので、今日その部分をですね、見ていきたいと思うんですけど、まずはこちらからご覧ください。はい、2019年2月4日、上越タイムスさんの方に紹介されましたと。これね、素晴らしいんですけど、言語でなく文化翻訳っていう、キャッチをつけたところ、僕がね、このセミナーで一番言いたかったことをちゃんとここの要約のですね、キャッチに入れてきたのが上越タイムスさんで、本当素晴らしいなと思うんですけど、はい、外国客対応スマホ活用、妙高市でセミナーというね、見出しがついていますけど、ここの中に横田さんのアドバイスを受け、スマホの翻訳アプリを実践する参加者たちということで、写真が掲載されていますけど、僕もね、写っていますけど、では、ちょっとこれをね、読み上げていきたいと思うんですが、こんな感じになってます。はい。スマートフォンを活用したインバウンド対策セミナーが1月31日、妙高市、下町って言うんでしょうかね、下町か。の新井商工会議所で開かれたと。市内外から24人が参加し、予想を上回るスピードで増加する訪日外国人旅行客をいかに地域経済へ波及させるか、講師の話を参考に考えた。講師はネットビジネスアナリストの横田修林さん、インスパイ代表が務めたということで、早速漢字が間違っていますが、横田さんは世界最大の口コミサイト、トリップアドバイザーの活用法や、外国人向けのホームページの一例を紹介。外国人向けホームページを作る場合、日本人向けのホームページのテキストを英語、中国語に変換するだけというものがそもそも間違い。日本人と同じアプローチでは限界があると話し、言語ではなく文化を翻訳する必要があると説いた。スマホの普及により位置情報の把握、店舗の検索など容易にできることから、予定を立てずに旅行する外国人が多くなっていると指摘。検索でヒットするには検索する言語で書かれていること、キーワードの入った口コミを書いてもらうこと。電話、電子メール以外の SNS などで連絡方法があることなどのインバウンド対策も紹介したと。Twitter や Instagram など SNS 上の投稿を検索する人も多いことから、妙高、漢字の妙高やローマ字の妙高など複数のアカウントを作った方がいいとアドバイス。SNS から来店予約や問い合わせができることや、動画やライブの投稿も効果的であることを伝えたと。店舗側が最も不安視する言語の壁、決済については、スマホの翻訳アプリ、オンライン翻訳機、通訳機や、スマホによるカード決済、電子マネー、QR コード決済の方法などを紹介し、参加者が実際に使う場面もあったというふうに書かれていますね。ありがとうございました。本当にね、上越タイムさんが一番素晴らしかったです。この取材を受けての記事の内容の書き方の要約はですね、本当に素晴らしかったなと思います。続いてですね、翌日ですけど、2月5日から2月6日にかけまして、
これ妙高市が上越ケーブルビジョンという地元のケーブルテレビのですね枠を買っていて、そこにある妙高チャンネルっていう、チャンネルがあって、そこの中でニュースをですね、妙高のニュースを流してるんだけど、その中に、定期的に1時間に1回とかニュースがある中で、5日から6日にかけて何度もね、僕のものが放送されたんですけど、これも見事にまた漢字が間違ってるということで、2つ目になりますが、ちょっとこれ後に置いといて、次にですね、新聞2つ目をまず先に紹介したいと思うんですが、こちらです。はい、2019年2月8日、新潟日報さんですが、スマホ使い訪日客歓迎、妙高商店主ら対象セミナー、商店主らを対象にしたスマートフォンを活用したインバウンド対策セミナー、妙高市ということで、僕がね、実際に教えている様子が写真になっていますけど、妙高市の新井商工会議所が会員の商店主らを対象にしたスマートフォンを活用したインバウンド対策セミナーを同商議所で開いた。母国語で旅の情報を検索する訪日外国人客、インバウンドの目に留まるよう、英語など多言語で情報発信することや、日本のマナーや文化を説明して、インバウンドが快適に旅を楽しめる環境を作る必要性を学んだと。ロッテ新井リゾートの開業などで増えるインバウンド需要を取り込もうと、同商議所が1月31日に企画し、約20人が参加した。IT コンサルタント業インスパイア新潟市中央区の横田修林社長が講師を務めたと。日報さん漢字合ってますね。振り仮名も振っていただいてありがとうございます。横田さんは、旅行者はスマートフォンの普及で綿密に計画を立てなくても、旅先で会員制交流サイト、SNS や口コミサイトから情報収集するようになったとした上で、英語や中国語などいくつかの言語で SNS に投稿すると有効だと述べた。また、日本らしさや雪国らしさが伝わる写真のネット掲載を呼びかけたほか、スマートフォンを使ったクレジットカード決済や QR コード決済機能の導入も進めていたと。新井商工会議所は、訪日外国人客を取り込むための環境整備を続けていきたいとしているということで、ここにです。ちょっと切れてましたか。はい、こんな感じですね。としているということで、紹介されました。では、最後のね、部分なんですけど、ここの上越ケーブルビジョンの内容ね、これそのままアップする、そのまま見せるとですね、著作権的にちょっとまずいので、今日はこの模様をですね、少し、一部だけ、ご覧いただきたいと思うんですが、よいしょ。はい、では、ちょっといきますね。はい、まず最初、非常にローカルな最初の出だしが始まるんですけど、はい、こんな感じでね、上越の、この妙高のですね、街の様子がこうやって映っていて、そして、ここで、このなんかね、これなんか映画のシーンみたいですけど、これで妙高ニュースということで始まります。で、これからどういうものが放送されるかっていうのを僕が一部ですね、実際にこれをですね、音を聞きながら、皆さんにお見せしたいと思うんですけど、はい、まずですね、最初に、こっちにつけるか。はい、まず最初に、ちょっとだけこれスクロールしますね。はい、こんな感じでですね、よいしょ。こっちにしとこうか。はい、新井商工会議所でインバウンド対策セミナーが行われましたというふうに今言ってますね。はい。これね、なかなかいいシーンを撮っていただきましたね。なんかたくさんね、こう入ってるように見える、ね、斜めのいい角度から撮って。近年増えている外国人訪問客の対応しようと、新井商工会議所の方で、インバウンド対策セミナーが開かれたと。妙高市内を中心に飲食店や小売店などから20数名の方が参加し、インバウンド対策のコツや翻訳アプリの使い方などについて学んだと。で、ここで僕が喋ってる様子が、ちょっと出るんですけど、ここですね。で、ここの部分で、その文化を翻訳することが大事だって話のとこが、取り上げられてるわけですけど、
僕の名前が見事間違ってるっていうやつですけど、講師は、で、今ですね、実際に、おはようございますってやってる様子がね、出てますね。こうやって翻訳するよっていうことについて、紹介してるんですけど、やっぱ間違ってますけどね。間違ってますけど。まあ、今回はスマートフォンの翻訳アプリと、そして翻訳機というオンラインの翻訳機、オフラインの翻訳機っていうのを紹介しました。そして、実際にね、こうやってやってる様子っていうのも、翻訳機に向かって、これは翻訳アプリかな、アプリに向かって話しかけたら、本当に翻訳するんだみたいなことについて、日本語、英語、中国語などに翻訳するっていうことについて、実際に体験してみたということについて出てますね。今までもね、荒井商工会社の方でたくさんセミナー開いてますけど、これだけたくさん取材が来たの初めてなんで、やっぱりインバウンドっていう言葉に対して、やっぱりマスコミの方々もね、非常に引っかかったんじゃないかなと思いますよね。そしてですね、最後に僕が言ってることっていうのは、出川英語のことを言ってるんですね。つまり、翻訳アプリ使うとか翻訳機を使うってことも大事なんだけど、そもそもに日本人がね、その話しかけようっていう気がないと翻訳アプリも使わないし、翻訳機も使わないと。だから、その話しかけようっていうような時に、どうしても翻訳機があるから話しかけようじゃなくて、そもそもそこに対して踏み込むんですね。自分の気持ちがないとなかなか、ツールを使いこなせないので、ここの部分をちゃんとしましょうということについてね、話をしています。ということで、ここで僕が話した様子が出てますね。で、続いていきます。そしてメニューとかを訳すときにですね、ただメニューを日本語にしたら、日本語を英語にしたんではなくて、ちゃんと文化を伝えるについてですね、説明した様子が紹介されていますね。で、最後にですね、外国人観光客について飲食店の方のインタビューが出てるんですけど、まあ、非常にね、最近人がたくさん来ていると。それに対して対策しなきゃいけないので、今回の翻訳機や翻訳アプリを使って対策したいなっていうことについてお話をしていますね。はい、ということで、今回のですね、ものについてお伝えしたんですが、まあ、これどうしてもね、見たいよっていう方もしいらっしゃれば、僕の方に言っていただければ、特別にね、DVD も焼いてるので、お見せしたいと思います。ちょっともう一回最後にね、出しておきますね。ということで、今年はキャッシュレスっていうテーマも一つあるんだけど、もう一個大きいテーマに、このインバウンドっていうものがね、まあ、来年のその東京オリンピックに向けてですね、やっぱり、国を挙げて力を入れてる部分なので、特に観光客が多い地域ね、例えばその温泉地の商工会さんだったりとか、観光地の商工会さんなんかでは、このインバウンドってことはね、真剣に考えなきゃいけないし、まあ、インバウンドプラス、そこにキャッシュレスもね、当然入ってきますので、このことについての、まあ、講演も増えるんじゃないかなというふうに思っていますので、興味ある方は私の方に問い合わせしていただければと思います。はい、ということで、今日はですね、インバウンド対策セミナーの様子が紹介されたものをですね、3つ、新聞2つと動画の方の一部をですね、見ていただいたんですけど、動画の部分はね、全部お見せできないので、興味ある方は僕に連絡くだされば、特別にまたお見せしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、インスパの答えをお伝えしました。ありがとうございました。バイバイ。